はい、おはようございます。おはようございます。ビヨーン。ビヨーン。はい、じゃあまず天候から。今日の天気は、今回の新アップデで天気とかも関わってくることになったそうです。で、今日の天気は時々曇り、ノーマル系と違和系がいつもより見つけやすくなって、バトルでは強くなります。捕まえると星の砂が多くもらえますっていうことの、今日は時々曇りです。ということで、なんかいるよ。ほら、ほら、なんかよもぎまんじゅうっぽいのがいる。ゴクリン。ゴクリンをゲットしちゃおう。あ、かわいい。かわいい、めっちゃかわいい。しかも近距離です。近距離系か。あ、ちょっと近距離系。2ゴクリン逃げる。2、3ゲットしましたか。はい、ゴクリンを捕まえました。新しいポケモンです。え、どこに捕まえるんだろう。316番ですね。316。進化するよ。進化するみたいね。本当だね。じゃあ続々と捕まえていきましょう。50個ぐらい増えてるらしいよ。50種類。じゃあこれからいろんなところに行って新しいポケモンを捕まえて、あとでどんなポケモンが可愛かったか教えてください。はい、ポケモン GO。 モンターボール。かラクライ生まれました。うまい。しまったって顔しんといてよ。イエイ。やったー。カーブしたラクライを作るのか。ポケモンゲット、新しいポケモンナイススロー。え、新しいラクライ、進化するのかな。どう進化はする。頑張れ。ぴょんぴょん跳ねてるといいでしょ。ぴょんぴょん。ぴょんぴょん。ゲットした。捕まえた。上手上手。ゲットしました。ティモリが出てきましたよ。はい。あれ、棒持ってないの。確保してください。棒持ってないの。おお、一発だ。やったね。この子も進化するの。今期は絶対進化する。ほら、はい、次行きましょう。はい、マミナンちゃん。かわいいな。プラスルもかわいい。マミナン。プラスル。マミナン。ちょっと避けるの。マミナン、マミナン、マミナン。マミナン。マミナン。母ちゃん、ズリノ見つかってないじゃん。作ったよ。じゃあ一回弾が避けられてるもん。ああ、やった。もう使ってたよ。うん。マイナンかわいい。よかった。マイナン GPS 届かないから。ここ、ゼロ。ほら、ノーマル。ノーマルだな、この子。そうよ。誰で勝てるかな。なんか変わった。そうだよ。ゲージが溜まったら下にボタンが出るから、ボタンを押すと2技が打てる。大丈夫。こいつ雷は効かないから。だから言わたよ。はい、よし。ゲーストエンジだ。そう、大丈夫大丈夫。これ避けるとかできないんだな。できた。アップ。勝てませんな、これは。大丈夫か。終わっちゃうよ、レイド。はい、今度はクチート戦バトルに挑んでみましょう。
1、スタートバトル。コガは強い。時間がない、微妙に時間がない、大丈夫か。大丈夫大丈夫大丈夫、もう次この技使えば勝てる。おーちゃんギリギリ勝ったー。早く抜けっぷしに。うち14か。普通の釣りの身でいいよね。いいんじゃない釣り。危ない。ジュディジュディン、ちょっと待って、ちょっと、よし、あ、グレートや。やった1週間経ちました。はい、この1週間で結構いろんなものを捕まえてきたよね。どんなものを捕まえてきたでしょうか。はい、見てください。最高。そこら辺からかな。はい、ホウオウユリカシタが新しいポケモンになってます。で、いっぱいポケモン捕まえてきたんだけど、この中であやさんとハヤトくんがこれは可愛い、イチオシですっていうポケモンを1体ずつ教えてください。じゃあハー君からどれが一番好きですか、可愛いですか。違う違う、覚えない。ダネボー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 。ダじゃなくてタ。タネボー。どんな子。あー、あのどんぐりさんやね。はい、じゃああやさんのお気に入りの可愛い子は。可愛い子に、あらかじえねこちゃん。えねこちゃん、どんな子。とりあえず猫だね。あー、猫ちゃんだね。猫、ね、ちゃん可愛いね。にゃーにゃー。1週間で結構いろんなポケモン捕まえたんだけど、この新しいアプデから天気とかいろいろ関わってくるから、まだ出会えてないポケモンって結構いるのね。もうここら辺の地域はもう基本晴れない。え、曇りか、曇り時々晴れとか、この間は雪の日もあったよね。とかで、まだまだちょっと出会えてないポケモンとかいますので、これからもゆっくり撮っていきたいと思います。はい、やったやった、新しいポケモン GO。アップデで変わったところまだあったよね。ポケモンとかね。そういうの変わったけど、ついてきたよ。うん。何？レイド。そう、レイド戦。どう？やりやすくなってた？うん。前は必殺技を長押しだったけど、下に丸いボタンが出て、攻撃してたら丸いボタンが出て、それをタップしたら第二技が打てるようになりました。子供でもすごい分かりやすくなってたよね。まだまだ変わってるところっていっぱいあるんだけど、まあそういうのもちょっと楽しみつつ集められるかな、第三世代。なんか飴がいっぱい必要な子もいそうだし、進化のルートが分かれてる子もいそうだし、一人おったよ。とりあえず50種類ぐらい増えたってことだったんで、確実に確実にそこら辺にいるよっていうポケモンもいれば、ポケモンまだ見たことがないっていう子もいっぱいいるので、今後集めていきたいなと思います。はい、明日も4時半に以上がアップするので見てね。バイバーイ。ポケモン続けてゴー。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。